いわゆる業界人です。いい音楽をたくさん世の中に広めるお仕事、プロデューサーというお仕事をやっているんだそうです。いらっしゃいませ。何名様でお越しですか？両面で。はい、両面、2パーソン。ほう、あの、2人です。ああ、そうそう、2人ね。あ、はい。おタバコは？ノンスモーキングで。え？すいません、すいません。かしこまりました。禁煙席2名様です。ありがとう。いや、困ったね。久しぶりにファミレスに来るとつい言葉がね、いつも現場で使ってるのが出ちゃったね。もうお父さん、いつも気をつけて。悪かった。こういうお店来ると楽しくてね、ついつい。楽しい？よその人と会うときはいつも堅苦しいお店ばっかりだからね。こういうお店でリラックスできるのがいいんだよ。そうなんだ。とはいえ、今日もすっかり遅くなってしまって、こんな時間に外食なんて、竹千代にはいつも迷惑をかけっぱなしだな。お父さん、それはいらない約束でしょ。お父さん、お父さん、いや、お部屋が軌道に。私の前ではこんな調子のお父さん、これでも超売れっ子さんみたいで、朝から晩までいつもあちこち駆け回っているんです。周りからは態度一のプロデューサーってくらいに言われているそうなんですけど、家ではあんまりそういう風には見えないかもです。危うくハードラックとダンスるところだったね。しっかりしてください。もうすまないね。お、ご注文はお決まりですか？あ、すっかり忘れてた。そうだね、とりあえずルービールキージョスでね。ビールをジョッキで。で、お父さん車は？ああ、そうだったそうだった、すいません、ルービーはレディースで。はい、あの、ビールは結構です、ごめんなさい。失礼。食事はね、ここはタパスが美味しかったはずだね。ソースミートにゴレボンにナポリンコ、いろいろあるね。竹千代もタパスいっちゃいないよ。私はここはロンペペノーチはやってるんでしたっけ？は？ペペロンチーノってありました？あ、ないですよね、メニューにないから。ペペロンチーノはご用意してないですね。そうか、残念。言うと出てきたりするんだけどね、たまに。そういうものなの？じゃあボーカルラーナーかな。うん、ラーナーで。あ、カルボナーラですね。はい、ナーラを一つよろしく。ユー、竹千代は何スパにする？私はサバ味噌定食で。おう、バーサーソーミー。サバ味噌ですね、かしこまりました。ご注文を繰り返します。カルボナーラを一つとサバ味噌定食を一つで。お飲み物の方はよろしいですか？こんな調子で変わった言葉を使ったり、変な服着てたり、変なメガネしてたり、変なとこいろいろあるけど、私はお父さんの代わりに育ててくれた大事なお父さんです。そうだ、竹千代、さっき明日のパーレイの会場を見に行ったんだけど、結構いいとこだったね。予定が空いたのも急だったので、準備は特貫だけども。そうなんだ、よかったね。少し遅くなったけど、君たちの進学祝いのパーレイだからね、エンジョイってくれると嬉しいね。うん、ありがとう、楽しみにしてるね。なんなら新しい JC のフレンドとかも誘っていいんだよ。こっちはウェルカムなんでね、 JC が増えるのはね。あ、いや、私はまだあんまりそこまで仲のいいお友達とかは。そうか、竹千代はその少し引っ込み思案なところもあるからね。うん、たくさんグッドなフレンズができるといいね。明日は養成所のスチューデントたちも来るから、カンバゼーションしてみるといいね。お、ベオカ君だ。岡部さん、明日のパーレイ会場を取ってくれた人なんだね。多分その件かな。 Hello, this is 今川です。ちょっと人見知りしてしまう私をお父さんは心配しているみたいです。4月から新しい学校に進んで2ヶ月、確かに仲のいいお友達はそんなに多くないけど、今のところ元気で暮らしています。よろしく。やれやれ、明日のパーレイは楽しくなるといいね。私たちよりもお父さんの方が楽しみにしてるみたい。いやいや、そりゃそうさ、可愛い僕の JC たちのお祝いだからね。そういうことはちゃんとやってあげたいんだね、僕はね。JC ね。竹千代もふと気づけばこんなにグローインアップしてからにね。あれからもう随分経つね。ん？何？ああ、いやいや、こっちのマターだね。あ、お父さんまた私の心配？大丈夫だよ、クラスの子はみんないい子だから。おー、それはいいね。僕としてはね、フレンズが100人できれば一期当選で10万の軍勢にも匹敵するね。お待たせいたしました、ね、サバ味噌定食のお客様。はい、
美味しそうだね。ワンマウス欲しいね。はい、サーラータンメンのお客様。 What? こちらサーラータンメンになります。これは、いやいやいや、何か、いや、僕のオーダーはボーカルラーナーで。サーラータンメン、いや、メンタルラーサーじゃなくてマーボーラー、いや、それはメンラーボーマー。ザキンデシース、ギロッポのブークラガリでチャンネルとメーラーマイム。 お父さん、失礼。あれ、もしかして間違えてました？ボーカルギターがリーダーで。いや、何の話？バンド？僕は確かボーカルラーナーでお願いして。あのカルボナーラって。ああ、ボーカルラーナーですね。ナーラカルボのことですね。多分それです。ああ、こっちではそうなのか。いや、これは失礼。大変申し訳ありません。すぐにお作りいたしますので。まあ、いや、はい、これでいいですよ。僕はこっちも好物なんでね。ノープロで。そうなの？うん、作り直してもらうのももったいないしね。大変申し訳ございません。失礼いたしました。いえいえ、じゃあいただきます。あの、お父さん。ん？どうした？地域によって違ったりするの？その言葉と。まあ、ちょっと変わった人だけど、これが私のお父さん。みんなには今川 P って呼ばれてます。